皆さんおはようございます。本日は3月の11日午前9時になります。今日はですね、結構曇っておりまして、これからご飯食べて出発します。ただいまエレベーター待ちになっております。まあ、雪はあんまり降ってないと思うんですけれども、今から行ってまいります。はい、今日のお昼はですね、ペンネになります。芽キャベツとナス、そしてトマトベースのペンネとなっております。いただきます。またまたですね、エレベーター待ちになっております。これから札幌駅方面に行きまして、シュークリームを買っていきたいと思います。行ってきます。今ですね、シュークリームを買いに来ました。でこちらの店舗はですね、ビアードパパの作りたて工房っていうお店なんですけれども、札幌エスタっていうところにございます。札幌駅の地下1階ですね。こちらはですね、大阪本社のお店になっておりまして、まあ、作りたてで、美味しく召し上がることができるということです。で期間限定のですね、このクッキー&クリームを購入することにいたしました。この後ですね、美味しく食べたんですけれども、まあ、味はというと、ほろ苦いココアクッキー、そして香り高いバニラクリームが絶妙なバランスで、さらにですね、外側がサクサクとして本当に美味しかったです。ただですね、ノーマルのシュークリームをこちらのお店では食べたことなかったので、次回はノーマルのシュークリームにチャレンジしてみたいと思います。3日後がホワイトデーだったので、通り道でディスプレイなどがありました。ただいま自宅に帰りました。今日は大学芋を食べてみたいと思います。途中ごまもですね、振りかけて甘くしてあるので、最高に美味しいデザートみたいなお芋となっております。そしてお餅を食べております。山形の郷土料理で納豆餅と言います。納豆となめことネギが入ってます。そして、僕の大好きな、これはきなこ餅ですね。ごちそうさまでした。この後はまたエレベーター待ちとなっております。バルケッタで出かけてまいります。はい、久々にですね、買い出しに今向かってます。で本日は3月の11日夜の10時15分になります。普段だったらですね、近所のスーパー行くんですけれども、まあ、近所のスーパーは割高になりますので、今日は少し離れたですね、まあ、7、8キロ離れたところにあるトライアルっていう、まあ、おそらく全国展開をしているスーパーだと思うんですけれども、あの業務用スーパーみたいな大型店に行きたいと思います。何を買うかはまだ決めてませんが、まもなくですね、スーパーセンタートライアル月寒店へ到着します。こちらのお店は初めて行く場所になってまして、今まではですね、もっと遠いところのトライアルへ行ってました。まもなく店舗の入り口へと向かいます。はい、やっとですね、今トライアルに到着いたしました。すごい白銀の世界でですね、綺麗な駐車場ですね。左方向です。その先、右方向です。とても広い、目的地に到着しました。とても広い駐車場になります。明るくて綺麗なトライアルかなって思います。とりあえずですね、車止めて行っていきたいと思います。はい、月寒のトライアル、とっても綺麗なトライアルになってます。こんな感じです。はい、いろいろなものが売ってまして、トイレットペーパーとかも普通にありますし、ティッシュペーパーも普通にあります。おそらくですね、マスクはないんじゃないかなと思いますけれども、中へ入ってみたいと思います。初めて入るトライアルです。野菜とか果物とか、たくさん揃ってますね。ちょっと何を買うかはまだ決めてないんですけれども、見て回って
買いたいものを買っていきたいと思います。うん、普段ねあんまり買い物に行かないので、高いのか安いのかはちょっとわからないですね。お寿司なんかは、ここは売り切れなのかもともとないのか時間帯によってないんでしょうかね。あ、こういうお惣菜も、まあ、ここは唐揚げというか、揚げ物がたくさん置いてありますね。それとおにぎり、サンドイッチ、弁当なんかもたくさんあります。こっちは冷凍食品ですね。そして、肉、これは豚肉っぽいです。デンマーク産らしいですね。ちょっと一旦また戻っていきたいと思います。いろいろありますね。人気が安いような気がします。これで99円です。めっちゃ安いです。よくよく見てみると税込み価格です。この椎茸もですねよくコンビニで買うんですけれども、税込み89円です。とっても安いです。北海道産のフキですね。これもめっちゃ美味しそうですね。ラバンブキがあります。これもですね、なんかすごい大きな、フキだそうです。玉ねぎ、なんと北海道産199円です。なんとこんなに入ってます。めっちゃ安いです。が北海道ですね。じゃがいもだけでもいろんな種類があります。どれも美味しそうですね。いろいろあります。スノーマーチ初めて聞きました。あります。北海道でよく見かけるですね生マスになります。鮭にとっても似てるんですけれども、まあ味も鮭と似てるんですけれどもすごく美味しいです。はい、紅鮭ハラスアメリカ産です。まあ、1キロ499円、北海道産でなくてもめっちゃ安いです。はい、こちらのですね若鶏骨付きもも肉、100g あたり39円、まあこれアメリカ産ですけれども282円と、1,2,3,4 本も入ってますので激安です。はい、チリ産ですけれども冷凍ウニ、安いです。ですねこちらの扉なんとすべてアイスです。めちゃくちゃ豊富ですね。こんなに豊富なアイスの扉を見たことはありません。ずらーっとずーっと中はアイスでした。セルフしかないような状況です。雪が舞ってます。もう雪はあんまり降んないと思ってたんだけど、やっぱりすごい降りますね。場所にもよるのかな。今日はこんだけ大量に買いました。わあ寒そう。車も雪に覆われてしまってます。はい、いつの間にか雪がですね降り始めてしまいました。ワイパーが、片方しか動かないので右側はあまり見えない状態です。ゆっくりですね進んで、事故らないように行きたいと思います。帰り道がよくわからない感じなんですけれども、スマートフォンを使って帰りたいと思います。それで道はこっちでいいのかよくわからない。
ですが、なんか違うような気がします。通ったことがない道であるため、この通りに出るのもですね、どのぐらいのスピードでどのぐらいの車が来るのかが分かんなかったので、ちょっと躊躇したんですけれども、なんとか出ることができました。ここの近隣はですね、すごく新しい住宅地もできてるみたいで、建物が綺麗なところが多かったです。気温がですね、あんまり低くないみたいなので、窓ガラスも雪に覆われてたんですけれども、暖房をつけたらだいぶ溶けてきました。リアウィンドウとなります。こちらのリアウィンドウは、ガラス製ではなく、アクリルというかプラスチックというか、そういう材質なので雪が全く溶けない状態です。フロントウィンドウになります。フロントウィンドウも先ほどお伝えした通り、ワイパーがですね、左側しか動きません。右側はこの間壊れてしまいましたので、直す予定ではあるんですけれども、もちろん自分で直すんですが、雪が降ってたりとか寒いとなかなか時間も作れないので、もう少し暖かくなったら直したいと思っております。雨がですね降って、そして窓が濡れているものですから、今 iPhone で撮影してるんですけれども、ピントがウィンドウの水玉にですね合ってしまって、遠くの景色をうまく映すことができなかったんです。そこでですね、窓を開けて外にカメラを向けてみたところ、ピントの合った景色を撮ることができました。僕の iPhone は、8なんでちょっと古いんですけれども、とはいえですね、8からは防水機能がついているので、多少濡れても全然問題ないのかなと思ってます。ただ1点難点がありまして、寒い中で iPhone を使っていくと、実は一気にバッテリーがなくなってしまいます。気づいたらですね、100% だったのが 50% とか、下手したら 50% ぐらいで開始してると 30%、20% になることが多いですね。やっぱり北海道並みのですね、寒さになるとバッテリーも凍りついてしまうのか、かなり悪影響が出てしまうのかなと思います。この地名が月寒というところになります。月寒の中央ですね。国道36号沿いなのですけれども、これを札幌駅方面に向かいたいと思います。交差点とかもそうなんですけれども、道路がですね、マンホールがあって、そこがストーンと穴になってるような感じなんですよね。たまに落ちたりします。月寒の隣がみそのっていう地名になりまして、今はもうみそのっていうところになりました。だいぶ雪も止んできました。やっぱり、場所が違うだけでですね、札幌は雪が積もってるところと積もってないところの差が激しいです。ここは比較的降ってますけれども積もってないです。